核反子とは何らかの容器に入れ、マグネチックスターラーに置き回転させて液体の核反に用いるチップのことである。また、英語での読み、スターラーバーやスターラーチップと呼ぶ場合もある。また、核反するときに回転することから回転子とも呼ばれる。核反子の中には磁石が入っており、容器に入れるとマグネチックスターラーの中の磁石とその磁石が反応し、 マグネチックスターラーのスイッチを入れると、マグネチックスターラーの中の磁石が回り始め、それによって核反子も回って液体が核反されるという仕組みになっている。大きさは数ミリメートル程度と小さい。素材はテフロンやガラスが基本。ガラス棒で核反できない時などに代用品として使われることも多く、デジタル温度計を平底試験管の中に入れている。 凝固点効果度の測定実験などに使われる。外側にポリテトラフルオロエチレンやガラスがあり、その中に回転させるための磁石が入っている。他にも、ポリフッカビニリデンなどのフッ素樹脂、方向属ポリエーテルケトン、方形酸ガラスが使われる場合がある。耐熱性は、フッ素樹脂であれば、240摂氏250度ほどで、ある。凝固天候度の測定実験の他に、 以下の実験でも使われる。滅菌方法実験後の滅菌方法は大きく2つに分けられる。血液検査で使われる自動分析装置での測定は容器内の血清と主役を素早く混ぜるために通常はモータの先端に回転棒をつけた回転式の攪拌機を使うが、それだとアーが発生して液の攪拌を妨げるので、 攪拌子の一種の自動分析装置用、圧電バイモルフ攪拌子という液性によらず、短時間で攪拌できるものが使われている。また、液体を攪拌して一部の注射液を作る時にも使われる。培養液を攪拌するために、エーブルが東京女子医科大学などと共同で、IPS 細胞用に攪拌子などを改良したものを開発している。の回転がすぎたり、 マグネチックスターラーから距離が離れ、磁力の届かない位置に核反子が行ったりすると、効果的な核反ができなくなるため、反応容器や機材の配置には十分な注意が必要。また、核反子を入れる際に、勢いがつきビーカーなどのガラス容器が割れて、今奪う場合もある。株式会社 A ンは、核反子を選ぶにあたって、次の条件を挙げている。 液を入れる容器の材質容器の中の液の高さ、容器の底面の形スターラーの使用回転数各反目的各反子は小さくて、なくしやすいため、各反子を入れられる各反子ケースがある。植田に夫婦、この形には訳がある。ピーカー君とその仲間たち成分同振興者、2016年8月20日、90から93ページ。 ISBN 978から4から416616512億力9億6877万3306ありがとうございます